上条上杉家は、室町時代に発生した上杉氏の氏族。江戸時代には、上杉勢を名乗り、旗本となる。単に、上条氏とも言われる。戦国時代の居城は、上城城。越後守護上杉傍法の子、上杉清方が、上城城にあって、上城上杉を称したのが始まりである。清方は、影響の乱の後、引退した兄のノリの代わりに、 関東官僚代行を務めたほか、三内上杉家を継承したとされる。続く有機合戦においては、持ち主のこの春を丸、安草を丸を捕獲、刑に故障し、結果的に死地へ追いやった。清方は、その後間もなく休止する。一説には自責の念のため自陣したという。なお、清方のこの上杉坊邸は、越後仕事となり、清方の孫の上杉明貞は、 関東管領に就任している。上条家自体も清方の子孫により存続した。戦国時代から江戸時代初期にかけての上杉氏系図。森田慎一によれば、上条上杉家は遅くとも、長六年間には淡路守系と張馬守系に分かれていたという。戦国時代初頭の定座根にいたり、長尾溜め陰に擁立されて、ふさよし。 秋貞を滅ぼし、越後守護を継ぐ。しかし、貞真には、軽視がおらず、伊達市からの養子を迎えることを格索するも、天文の乱により果たせず、そのまま断絶した。また、貞真の実家である上条家においては、上条貞則の半潮備活動が知られるが、貞則の後、一名を置いて、上条正重が家督を継いだ。正重は、後に、 関東官僚を継承した、上杉テルトラの計らいで、のと畠山氏から畠山義春を養子として迎えている。正重義春は1586年頃に、上杉家を出本し、義春は畠山氏に復製している。上条上杉家は、義春の次男上杉町院が継承し、後に、江戸幕府の旗本となった。 当初の治療は1490国だったと言われる。しかし、上杉義親の時に、男系の血統が絶え、親戚の後家畑山氏から友義、伊予吉田半田手氏から吉江を養子に迎えた。以降は、伊達正宗の長男、秀宗の男系子孫として続いている。なお、上杉謙信の実施、戦闘員の聖母は、上条上杉団上小室の娘であるため、旗本、 上杉町院と米沢藩初代藩主、上杉影勝は、母系で、上上氏の血を引いていることになる。越後上杉家、上上上杉家。ありがとうございます。